北緯34度39分0秒統計135度、零分三3.9秒月賞寺は、兵庫県赤石市人丸町にある、総統州の寺院。3号は人丸山。本尊は十一面観音。この寺は、811年空海がかつて、赤石城のあった赤松山に創建した湖南山、り流洋流寺に始まると伝えられる。年がとして、 人丸社を立て、事後も、月章寺と改めたという。当初は、新言宗の寺院であったが、1575年、相統宗の総安室が入寺して、相統宗に改められた。江戸時代に入り1617年、小笠原忠ザが、死な1744年3号が、現在の人丸山に改められた。平安時代初期、後認2年に、空海が、現在の赤史上、 本丸付近にあたる場所に、洋流寺と建てたことに始まる。洋流寺は後に、月照寺となる。忍者の頃、住職の里師匠が、夢のお告げに従って、柿の下の人丸を祭り、人丸社ができる。現在でも明石公園城後に立つ、西の住屋倉の前に、円形の人丸塚が残っている。こうした神社と共存する月照寺のような寺院を、宮寺、または別当寺、 神宮寺などと呼んだ。本来、神は、仏が姿を変えて、日本に来たという本寺衰弱説があり、神と仏は一体であるという神仏集合の思想によるもので、神社の運営も、神官と僧侶が共同で当たっていた。過去、月章寺に隣接している、柿の元の神社と月章寺は一体であったが、明治維新後、明治政府は神社と寺院を分離する、神仏分離令を出した。以後 月照寺と柿の元の神社は別の宗教法人となる。江戸時代初期、元名五年、明石公園本丸跡にあった人丸社は、現在の月照寺と柿の元の神社のある人丸町の地に移転。これは、明石城を最国の大名への抑えとする本格的な城郭にしようという幕府の方針に基づくものだった。戦国時代、 赤石地方は三木に本城を構える別所氏の支配地であった。別所氏が織田信長の家臣、橋場秀吉に滅ぼされ、信長死後は秀吉の直轄地となった。慶長五年、関ヶ原の戦いで勝利を収めた徳川家康は大名の配置転換を推し進め、その一つとして三河国吉田から池田照正が、張馬国に違法された。大阪夏の陣で、 豊臣氏滅亡後、元那三年に大将軍、徳川秀忠は、品の国松本から小笠原忠ザを赤紙に移行した。忠ザは、はじめ船上場を居城としたが、江戸幕府の命により、西国街道と赤石海峡を眼下に収める人丸山に、新城を築くこととなったため、月章寺と人丸社は、現在地に移転させられた。移転にあたって、 ひとまろしゃべっとうぼう月少寺に対し藩主、小笠原忠実の意向を伝達する、執達状が出された。この執達状は、以後、月少寺に伝来され、現在では、明石市立文化博物館に貸し出され、常設コーナーに展示されている。三門兵庫県明石市人丸町1-29。ありがとうございます。